京田辺市の共演袖振れ渋谷の皆さんです。渋谷です。私たちは共演袖振れ渋谷は同志社大学、同志社女子大学、大谷大学の3つの学生が中心となって活動しています。普段は同志社大学の京田辺キャンパスと今出川キャンパスに分かれて練習をしていますが、両校とも個性豊かなメンバーが集まっており、とても楽しいチームです。授業のない日には全員で集まって練習に励んでいます。そんな私たちが今回踊らせていただくのは2012年度オリジナル演舞日差し。テーマは京都に伝わる百夜通い伝説で、深草少佐と小野小町の儚い恋心を描いています。本日は渋谷が全身全霊を込めて描く百夜通い伝説の世界が見てくださるお客様に伝わるような最高の演舞を最高の仲間と作り上げていきたいと思うので、応援よろしくお願いいたします。はい、渋谷の皆さんよろしくお願いします。それでは参ります。憧れの花を求めて歩み出し、テルヒのもとに咲く心、渋谷2012日差し、心差し一つに。はぁ、この一瞬に二人の物語が今始まる。始まる。
見てくださったお客様に最高の笑顔で礼。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。